はい、速稼塾の久保です。今回班長の2巻を読んでまして、プラスね、利根川っていう本もあったんですよ。これ中古で買ったんですけども、両方ともメルカリでね。利根川は全巻、1巻から10巻まで全部揃ってるんで、これからじっくり読もうと思いますけども、班長の2巻をね、途中まで読んで思ったことがあるんですよ。あの、もともとカイジっていう漫画のスピンオフとしてこの2つの漫画が出てるわけですけども、なんかね、カイジっていう漫画の中では、いわゆる私たちはカイジ目線で、班長とか利根川ってね、憎たらしい存在だったんですよね。で、言うことは正論だから言い返すこともできないし、本当に憎たらしいなと思ってたんですけども、でもこの利根川さんもね、中間管理職として苦しみを抱えたり、部下に対して、そして上司に対していろんなわだかまりを持っていたりとかして、決して楽ではないし、笑ってばかりではないんですよね。同じようにカイジを引っ掛けて地下にいる同胞ですね、昼のように吸い付いてかもってきたこの班長もね、なんかすごくユーモラスで楽しいやつなんですよね。だからもしかしてカイジだけしか読んでなかった時、見てなかった時は、こういった利根川とか班長に対して敵対心しか持ってなかったんですけども、班長というものにスポットを当てて、班長目線で世界を見ていくと、そして利根川目線で社会を見ていくと、まあ、2人とも憎めない存在だなと。カイジから見ると圧倒的な勝者であったこの2人がね、結局は誰かによって打ち負かされていって、誰かによって駆逐されていって、言ってみれば三すくみ状態なんでしょうね、この社会の中では。誰でも、誰かにとっては優位性を持っているけども、誰かにとってはすごくマウントをかけられている状態で、複雑に絡み合っているのが人間社会なんじゃないかなっていうふうに、この漫画を見てね、思っちゃいましたね。なんかね、単なるエンターテインメントとして楽しめばいいんですけども、ついついこういう風な社会の構造とかね、世の中の大人の関係とかをいろいろと勝手に想像して、ちょっとね、胸を打つ場面とか、ジンとするところとかを勝手に受け取ってしまうのは、なんか少年の心を失ったからですかね、何なんでしょうね。まあどっちにしてもね、多分単なる漫画よりもなんかすごく楽しめたなと思います。もうこちらの利根川もそうですけども、その班長も合わせて読んでいただきたいなと思いますし、これが両方ともアニメになってるってところがね、なんか本当にラッキーですよね。アニメで楽しんでいただくのも十分、よろしいんじゃないかなと思いますんで、これ DVD とか出てたらね、私なんかね、この後に、買ってみようかなと思うんですよ。なんか今のところまだ出てないんですかね、なんかよくわかんないですけども、はい。まあ、そんな感じで今回は利根川と班長についての考察でした。